なんですけど、はい、しっかり振ってももうまっすぐ飛んでってくれるのですごい安心して振れます。ミスヒットをしても、うん、結構飛距離も落ちずに、はい、弾道もいい感じで行ってくれるのですごくいい感じです。すごく顔も座りもいいですし、うん、シャフトとのバランスが合ってると思います。はい、はい、私はドライバーじゃなくて王道を変えましたけど、うん、はい、本当に言う前にこの道具してなと思って言わなかったんですけども、はい、その歌が出てきて練習で3球打ってもすぐ試合で使ったんで、はい、本当に球ももっと高いし、やっぱり最近今日狙うところが多いんでパッパイブでそこですぐ柔らかい球で今日もできるし、あとティーアップする時もすごく飛んでやっぱり曲がらなく強い球が出てたのですごくいいかなと思いました。すごいですね。じゃ完璧ってことですね。そうです、完璧です。3球で決めたんですか？3球でも。はい、もう本当にいい感じだったらすぐ変えるんで、私はすごい、まあ、本当にいつももらったら変えます、うん、いいですね、うん、もう見た目がすごくいいのと構えやすいですね。あ、やっぱプロってどうしてもこう構えた時の、はい、変に曲がってないとか、うん、ストレートのネックとかが好きな人が多いと思うんですけど、はい、本当そのままって感じで、まあ、セールヒーターの僕がドローを打ちやすいクラブなんで、とても飛距離も伸びていいと思います。